はい、おはようございます。田村です。田んぼ作業どんどん進めております。あと大豆の転作田のね、畑おこしも進めております。では今日は田んぼのあぜ塗りをしていきます。お願いします。田んぼにはこう水が漏れないようにこうあぜがね、こうやって回してあるんですけども、冬場ネズミが住んだりモグラがいたりとか、はい、漏水を防止するために、こういったね、あぜ塗り、していきます。これはあの、集落の農家さんからいつも借りているものになります。ありがとうございます。2024年のあぜ塗りも始めていきます。はい、じゃあ実際動かしてみましょう。はい、というわけでですね、今年は水が低い方だけ塗りました。はい、20代30代、体力があるうち、怖いもの知らずのうちにどんどんこう経験を重ねていって、まあ、失敗したとしても勢いがありますからね、若いうちは。体力もね、こう気持ちの部分でも。ただこう40代過ぎてくるとだんだんこう体が衰えていくのをひしひしと感じますので、40代50代になった時にその若い時の体験経験失敗で失敗どう乗り越えたかっていうのが生きてきますので、手作業をやってから機械作業をやるとより丁寧にできますので、まあそういった中ね、まあ軽油ですとかガソリンですとかそういう頼らないやり方を模索しながらやられている若い方も全然いらっしゃいますので、そういった方はどんどんね、やりたいことはどんどんトライしてみるっていうことは必要かもしれません。私はもう機械に頼ることにしました。熱中症だの、いろいろね、左膝が痛くなってきたりとか、今までこうどんどん作業をね、体任せにやってきたことの代償が体に現れてきてますので、若い頃どんどん作業をやってきたからすごく今経験が生かされてますので、しっかり考えながら、まあ、やって考えて失敗どうこれ乗り越えていくかみたいなね、あぜ塗りの機械の話からこういう話になっちゃいましたけども、機械乗りながらそういったことも考えてます。50代になったらどういう働き方しようかなとか、頼れるところは頼る、人でも機械でも頼る、ただ、行き過ぎないようにね、化学肥料は施さないとか農薬はやらないとか、そういった、農業を始めた時の気持ちは絶対に忘れないで、作業を、させていただいております。あともうちょっとで田んぼのあぜ塗り終わりますので、引き続きね、安全運転で、頑張っていきたいと思います。では今日は以上となります。いつもご視聴ありがとうございます。
高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。